ここでよろしいんですか？魚はここで食うのが一番だぞ。ここが一番うまい。使われる。おーい、我々にも吉兆を運ぶかもしれぬな。ありがとね。私の冒険に付き合ってくれる霊獣にも感謝しないとな。ありがとね。敵です。注意してください。よろしくお願いします。ライザさん、せーの、グリーカー、はじけるよ。決めますよ。止めこれでいかがでしたか？今なら鍵が作れるかも。飛んでけ。大盤振る舞いよ。まだまだ戦えるぜ。ワクワクするよね。これも使えるのか？いいものが手に入ったのか？集めちゃいましょうね。どんな素材も無駄にならないからね。どこに行く？この行動って誰が作ったのかな？島の人じゃないのは確かだし。すぐ釣れるといいけど。すぐ釣れるといいけど。大物釣れるかな。ねえ、ここでいい。学園。で学びはしたが、想像以上に偏僻な場所だな。いや、おーい、風剣島もそうか。
どれにしようかな。何作ろうかな。材料は何入れようかな。考えすぎかな。よし、行け。どれにしようかな。よし、行け。これなら十分ね。必要なのはどのくらい作ろうかな。よし、バッチリ。何作ろうかな。入れる場所は何入れようかな。入れる場所は材料はどこに入れよう。入れる場所は…よし、行け。どれにしようかな。どこに入れよう。材料は何入れようかな。入れる場所は…よし、行け。何作ろうかな。材料…入れる場所は…よし、行け。どれにしようかな。材料はどこに入れよう。どこに入れよう。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は行け。何作ろうかな。何入れようかな。どこに入れよう。どれにしようかな。よし、行け。何作ろうかな。これも再利用よね。作ろうかな。どう？これも再利用よね。
よし、行け。これなら十分ね。必要なのは、たくさん作っとこうかな。よし、行け。必要なのは、どのくらい作ろうかな。よし、うん、バッチリ。必要なのは、たくさん作っとこうかな。たくさん作っとこうかな。よし、行け。必要なのは、入れる場所は、入れる場所。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所はどこに入れよう。材料はどこに入れよう。よし、行け。何作ろうかな。どこに入れよう。材料は入れる場所はどれにしよう。よし、行け。どれにしようかな。十分ね。何作ろうかな。どれにしようかな。どこに入れよう。材料は、入れる場所はレベルアップ。入れる場所は材料は材料は何入れようかな。入れる場所は ちょっと効果を変えちゃおうかな。考えすぎかな。入れる場所はこんな感じ。よし、行け。どれにしようかな。どこに入れよう。レベルアップ。考えすぎかな。材料は入れる場所は入れる場所はなに作ろうかな。入れる場所はなに作ろうかな。材料は入れる場所、何入れようかな。何入れようかな。どこに入れよう。材料は材料はなんか変わるかも。どこに入れよう。
に作ろうかな。どれにしようかな。入れる場所は、どれにしようかな。何作ろうかな。入れる場所は、入れる場所は、材料は、材料は、入れる場所はどれにしようかな。よし、行け。どれにしようかな。どこに入れよう。何入れようかな。材料はどこ。考えすぎかな。材料はどれにしようかな。よし、行け。困りごとのようだな。賢者様もデアドラもちっとも成長していないと思われない。まあまあ、そうだ、喜んで。賢者様、どうしたんだ。いや、器具の省力化と光の密かな処置は進行中だ。遠からず終わるだろう。じゃあどう。なんということもない話だ。救急とその日を暮らすだけで、くれるもの得るもの、これから何をすべ。そんなに結論を急がな。であろうか。いつまでも偉そうに座ってるから少年もなえるんだ。弱音吐きながら干からびていくくらいなら、とにかく必死にあがいてみろよ。ここにいるみんなはそうしてる。俺の里だけ情けないとこ見せるな。あの子はおそらくこの里のため見聞に励んでいました。肝心のあなたがその心を受け止めないでどうするのです。必死にあがくライザ殿、ディアンとあの娘子の言うことを。機嫌を直した二人に詳しく聞けばいいと思うよ。あの子ならある。ディアンにはこの里のあるがままを。デアドラ、ライザ殿に。墓所。ライザ殿、来訪早々で悪いが。とある場所。どこまでも無様だが、
確かめさせてほしい。そこにあるものは。これで大…おい、ディアンが走って行っちまったぞ。これで大丈夫です。これで大丈夫。池の方に向かったみたいだな。うん、若さが溢れとるの。追いかけよう。逃げない。まったくです。根ざした伝統があるにせよ。おいおい、怒って当然ですよ。どうすればいいかわからないなんて、私には怠惰の言い訳にしか思えません。若人らしい意見ではあるがの、席を追う者の背には相応の重さがのしかかる。時には瞬瞬もあろうて。その御仁の言われる通りだ。あ、デアドロさん。源者様はディアンが旅立って以降、密かに何だって。そこで地道にこの里に何ができるかを探られていた。だが光の種がいつか尽きること。生きている今が分厚い過去にとらわれて。源者様は迷い、下手に不安を煽ることはせず。そんなわけがない。かもしれん。だから迷われていると言ったのだ。ディアン、北東の湿地に行く勇気はあるか。急に、なんだ。導けと。それだけ信頼されてるんだよ。この地での見聞を広めるのは湿地か。みんな、俺行きましょう。ディアン、おう。おそか、一体何が待っておるやら。ここがいい。緑が多いのはいいことだ。私は好きだぞ。おーい。あそこ、魔物が集まってる。気を伺うか。またよろしく。ありがとうな。お礼なんて。そうそう、その通りです。張り切ってるわね。張り切るのはいいが。体がでかい俺よりも。お、そうだね。はい、任せ。よし、レントとボースがしんがり。わかった。ああ、はい、任せなさいと言いつつ守られる。参りましょう。足を取られないようにな。転んだりしたら、いや、ここは遺跡というよりは古戦場。こういうのは、この地で神代の民同士の決戦が行われ、そして
この地を攻め取った連中は全てを奪う。万象の大天をつ…キャツラの来歴なぞ聞いても不愉快なだけ。カラさん、それにしても、俺が小さい頃、先代の賢者様が儀式、余人には明かしたくないだ。ここまで来れば。ああ、ディアン、動揺を戦いに表すな。あ、分かってる。足を振り切れない奴がいるのか。こんなのに構ってる暇はありません。倒して先に進めばいいのです。まったく。それじゃ、少年少女に立ちはだかる壁を。里で見たものより、こ、村の跡。いや、誰かが暮らした跡じゃないな。置かれた。それが、
ここはお墓って。違う。ふむ。あ、ごめんなさい。どうかした？いえ。これだけ新品のように当たる。これが賢者さんの言ってた。でもいいのか。ライザネーやアンペルが使えると思ったら持ってく。いずれにせよ調べるつもりではあったからな。本当に朽ちた球。でもきっと彼にと。そうだね。魔物も強い。慎重に進むぞ。何が入ってるかな。何を考えたんだろうな。きっと詳しいことは賢者さんに伝えるはずだよ。私たちも見届けます。屋敷まで戻りましょうか。なるほど。案内が必要ならいつでも言ってくれよ。面白いとこたくさん知ってるからな。賢者様、あれが。そうだ、器具が止まり修復の手立ても失った時。賢者殿は器具。私が作るのは日常的に。それらには不祖伝来の心臓部が使われているからだ。子供の頃から聞かされてた。少しずつ欠けてゆき。なるほどな。この地に漂う伝統。でもそのご先祖から伝わったものがあるってことは。なぜ。我らフォーレの里人はかつてネメドの奥に栄えた。え？後から遺跡の宝を求めてやってきたんじゃなくて、ネメドの遺跡。ティアン君たちが。それじゃああんたたちの。そう、強大な外敵との戦いに敗れた我らは故郷へと恐る恐るにじり寄るように帰ったのは、外敵に敗れてより我らは数世代数十世代にもわたる流浪のうちに技術の大半を光もう作れない遺物を受け継ぎ、故郷から残骸を拾い集め非正規の養蜂を編み出して、使える器具も暮らす人間も徐々に駆け落ちた。そんな、受け継ぐことをそんな風に。歴代の賢者は皆試し、そして果たせなかった。古今の技量にそうやって亡くなっていく日々を過ごした我。どうだった、父祖の築いた墓所。衰えの象徴を見て里の末尾にいるお前は。ああ、俺は里の外を見たんだ。それでもっといろんなものを見たいと思った。里がどんどん目減りするなら俺が持ち帰ってやる。今は何もないけど外の世界で必ず見つけてやる。よろしい。お前をフォーレ一の刃と認め、里を代表して外の世界の見聞を命じる。一の刃、それってデアドラの。いいんだ。私もずっと以前にあの墓所を見て、お前とは逆に里の中に立ちすくんでしまった。同じものを見てなお自分の意志で外に踏み出せるお前こそが最も勇敢な一の刃にふさわしい。
俺が背負って帰る。暴れるだけだったあの子をよくぞあの境地まで。ご一同の導きに深い感謝を。次に帰ってくるとき、ディアンはもっと大きくなってると思うよ。こちらの心も躍るものだな。若者を見るというのは。ライザ殿、そしてお仲間も、少しお話をよろしいか。これで大…デアドロさん、お話って何？ああ、ほどなく。相変わらず過保護だ。そうだな。俺…ああ、あまり…感情で言えば、そのしきたりとは。源者様は代々亡くなっていくもの。ディアンが少しだけ話した気がするな。聞いていたか。そ…あんな魔物の多い場所ではな。そういうことだ。幼かったディアン、親代わりに自分を育ててくれた今の源者様も。彼のためとは？儀礼とは集団をまとめるための管。ああ、それは数百年の抜きが。でもそれでは。ディアンも同じく恐れ。その気持ちだが、そんなあの子が今や。ディアンの気持ちはすごく素直で単純だから。頼む、ディアンのことをよろしく頼む。分かった。奴が行きたいところに行けるよう全てを叩き込んでやる。お前たちもいいな。おう。話すべきことは話せたかな。そういえばライザー、墓所で拾った銀について調べた方がいいんじゃないか。そうだ、源者さんに聞いてみようと思ってたんだ。源者殿は木の前におるようじゃな。訪ねてみるか。大物釣れるかな。俺気で気が揃って何よ。うん、あのお墓に行った時に。やはりこれは器具の心臓部に用いられる。源者は代々心臓部の宿墓所へと赴く前。東大の源者。私はディアンにせよアンペル、いずれにせよそれは私より。私も研究はしてみるけど。ところで私たち結構無茶な。もちろん。その前に。この地が龍脈をたどる。構造から推測してネメドの民も元は風跡を受け。キャツラがオーリムに来るの。お主らの父祖は今の我ら同様。うん、実は里が地形的に嵐を避ける。なんと。百数十年ごとに起きる嵐じゃ世代の危険って事実が分かれば動く理由にはなるよね。そこに里を移せばいかに源者の言葉とはいえ
それは。だが、いつ。源者殿、例の心臓部も特別な日の儀式と思わず、いつかどこ。貴殿らを見習っ。うむ、大体の。よし、今度こそやるべきことは終わったね。他に用がなければ一度アトリエに戻ろうぜ。ライザネ、モノミユさんじゃありませんよ。龍脈を飛ぶこと。要するにどこか。まあね。それにこの地に流れる特別地。へえ、どういうこと。最大の力で飛んでもおそらく世界の壁は破れない。今のこれじゃ無理ってわかるのも大事な結果だよ。それで当面は変わらないよ。それでは、うん、考えることはいっぱいあるよ。枕に。そうだな。やれやれ。人はそれぞれできることが異なる。ライザネは俺たちに。素直な言葉が胸に染みるな。ああ、そう。なら、もう。それはダメだ。俺がすごいと思ってるから、ライザネーはずっとライザネーだ。あらら、そういうところは頑固なんだね。それじゃ。どうした。結晶と石板が。なんだ。何もしてない。いや、いや、もしかして。石板の起こす転移の力には反応しているようだ。なあライザネ。うん。それなら。ライザさん。いや、パトリツィアさんなら急いでたよ。気分転換。召喚に向かったってことは手紙を受け取りに行ったのかな。ねえ、どこに行くのさ。なるほど。ここも岩壁に遺跡があったんだ。うん、覚えてないや。何が入ってるかな。とりあえず集めておくか。こいつらなら余裕ね。よろしくお願いします。ライザさん、せーの、セグリーさん、みなさん一緒に行くよ。終わりじゃありませんよ。わらわにかかればこんなものよ。それ、油断は禁物ですよ。皆さん張り切りすぎてはいかんぞ。こんなこともできるんですよ。よく切れる前でしょ。強そうだし大丈夫か。とどめじゃ。切り刻みなさい。よいしょ。やった。こちらの敵は倒しました。ベデリーカ、連続だな。ベデリーカ、切り刻みなさい。終わりじゃありませんよ。勝ちましたね皆さん。俺強くなったと思うだろう。さっさと倒してしまう。カラー、こんなことはいけるんですよ。大丈夫。張り切りすぎてはいかんぞ。これでおやまい。切り切りなさい。終わりじゃありませんよ。せーの。まあ、未だに学ぶことは多いものじゃ。それ。えい。さっさと倒してしまう。フェデリーカ、一緒に行くよ。こんなこともできる。よろしくお願いします。ライザさん。それ、行くぞ。はい。これでおしまい。それ。気に入りましたか、フェデリーカ。簡単に勝てました。
皆さんが一緒だったおかげです。さっさと倒してしまおう。フェデリーカ、それわらわのそばを離れてはいかんともできるんです。行きましょう、ハラさん。簡単に勝てました。次はドイツが相手をしてくれ。それ油断は禁物ですよ、皆さん。フェデリーカ、わらわのそばを離れてはいかんと。行きましょう、ハラさん。引き受けるよ、フェデリーカ。これなら、これもどうぞ。簡単に勝てました。皆さんが一緒だったおかげです。こいつらなら余裕ね。フェデリーカ、怪我するんだよ。リアン、無茶はしないでくださいね。うまくやれた気がします。こいつらなら余裕ね。カロー、それ、まあ、大丈夫か。最後まで目を離さずに。リアン、奥義はこんなこともできるんです。引き受けるよ、フェデリーカ。狙ってる。皆さん注意してください。奥義はこんなこともできるんです。そりゃー、見事な勝利じゃな。油断は禁物ですよ、皆さん。よし、やってやろう、クラウディア。こんなこともできるんです、リアン君。一緒に頑張ろう。簡単に勝てました。皆さんが一緒だったおかげです。いずこへ向かうのじゃ。ほう、この辺りは甘い素材がたくさん取れるんだよね。みんなで取りに来たの懐かしいな。おーい、アンペル、甘い素材は取るな。今取ったのを見たぞ、置いていけ。敵に、こいつらなら余裕ね。リアン、付き合い、無茶はしないでください。まだまだまだ。フェデリーカ、怪我するなよ。光の花吹雪でした。やった、こちらの敵は倒しました。フェデリーカ、雪の通り見えるでしょ。簡単に勝てました。この調子で行こう。皆さんが一緒だったおかげです。すごく舐めてみたいんだけど、さすがに地面に溜まってるのはね。うん、僕も考えたことはあるけど、さすがにね。ねえ、どこに行くのさ。時はいつも何かしら事件に見舞われている気がするのだが、パーティーどうかしたの？皆さん、どんな手紙を受け、お父様が、え、そんなに気づ、どうしてタオ君、迷う理由はともかく、
お世話してもらってるの。待ってください。違うって。実は。え？ライザさんは、え？学術院だと、その、はい。私、他にやることがある、と。それで、あんなすごい飛び出して、追いかけて、でも、そのうちあ、タオさんに、論文の提出を持ちかけたのは、私。故郷を救う旅先まで、こうして今も、進む道を強要しているのも、私、お父様も、許してくれるかも。勝手すぎて、自分が嫌になって。そんなに思い詰めるくらいなら。それは、少し乱暴。辛くても。クラウディア？タオ君は島の問題を放って、王都には戻らないと思う。自分の都合を相手に押し付けたいなら、相応の対価を支払わないといけないはずだよ。それが、心の話でも。私の方が、対価を。期限を引き延ばす方法がないか。すごい。尊敬します。何言ってるの、二人とも。よし。私パーティーって本当に真面目よね。どこに行きます？一休みで。空間島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。どこへ向かう？図面じゃなくて。ってことは、おそらくライザが妙にいけそうに感じてた。道理でうまく。すごい掘り。ああ、そうですね。ライザさんにご協力。ついに。待った、ことは。え、そうだね。ど、最初話したイメージから。え、販売するなら生産ルートがいるでしょ。でも、ちょ、あ、錬金術なしで魔石を扱えなければ交渉にあらず。間違か。そっか。ダメだ。サルドニカ地方は学園で習いました。工芸品が有名な地域なんですよ。